うさぎの目はなぜ赤い？ずっとずっと昔、うさぎは立派な角を持っていたそうです。うさぎはこの角が自慢で、外へ出かけるときはいつも頭の上に乗せました。どうだい、お前にはこんな立派な角はないだろう。ウサギは他の動物たちと会うたびに大いわりしました。ある日、ウサギが頭に角を乗せて飛び回っていたら、向こうから鹿がやってきました。その頃、鹿にはまだ角がなかったそうです。ウサギは早速鹿を捕まえて言いました。鹿くん、お前はわしより体が大きくても、こんな立派な角はないだろう。いくら自慢されても、鹿は角がないので、言い返すこともできません。僕にもこんな角があったらなぁ。鹿は、ウサギが羨ましくなりました。そこで、ウサギに言いました。本当に立派な角だね。ちょっと貸してよ。それを聞くと、ウサギは嬉しくなって、大事な角だが、ちょっとぐらいなら貸してやってもいい、と言いました。鹿はウサギの貸してくれた角を前に置きました。見れば見るほど立派な角です。もう、欲しくて欲しくて我慢ができません。鹿はウサギに言いました。ああ、なんて素敵な角だろう。お願いだから僕にもちょっとかぶらせてくれないか。鹿があんまり羨ましそうに言うので、ウサギはますます嬉しくなりました。大事な角だが、ちょっとだけならかぶらせてやってもいい。ウサギは角を鹿の頭にかぶらせてやりました。どうだい、気分は。いやー、まるで王様になったような気分だよ。鹿は嬉しそうに首を振ってみせました。それから川の淵へ行きました。川に映る姿を見て、鹿はうっとりしました。僕にぴったりじゃないか。そうでもないよ。やっぱり僕がかぶる方がいい。いや、そんなことはない。この角は、ウサギなんかに似合わない。言ったかと思うと、鹿はいきなり、川へ飛び込みました。待ってくれ。ウサギも慌てて川へ飛び込もうとしてやめました。鹿は向こう岸へ上がると、ペロリと舌を出しました。欲しけりゃここまでおいで。でもウサギは泳げないので、向こう岸へ渡ることができません。泥棒、返せ。返さないと承知しないぞ。ウサギは大声で言いました。でも鹿はピョンと飛び上がると、そのまま向こうの山の中へ逃げていきました。返してくれ。返してくれよ。ウサギは泣き出しました。それからというもの、ウサギは泣きながら毎日鹿を探して回りました。でもとうとう鹿を見つけることはできませんでした。それどころか、あんまり泣きすぎたので目が赤くなってしまいました。だから今でも、ウサギは赤い目をしているんです。